さあ今週土曜日の重賞がですね、アーリントンカップ3歳のマイル戦線といえば、まあ新山記念とかね、マイルの重賞はありますけども、マイル路線っていう意味ではこっからなんじゃないかなと。まあ新山記念だとね、結構過去の名馬も牝馬でね、いろいろ走ってたなという記憶が今パッと出てこないからね、調べないでこのまま話進めるけどね、あるんで、まあ3歳マイル戦線狙っていきたいと思います。というわけでね、今回の特注馬、11番人気カロス。まあなんで特注かっていうとね、まあ素質はデビュー前から高評価されてた馬、高評価だった馬、まあそしてね、スクリーンヒーロー3区ってね、結構晩成タイプが多いというか、モーリスも最初勝ちきれなくて転休して4歳からなんて感じだったんでね、まあ未勝利戦勝ってここで一息入れてということでですね、そのデビュー前から高評価されてた素質がそろそろ花開いてくる、まあ、スクリーンヒーロー3区。まあ、なんでね、デビュー前から高評価とかっていうかってね、もちろん POG で指名してるからとかそういう理由なんですが、まあそういう意味では巻き返してくるかとすればスクリーンヒーロー3区だろうというようなことでね、まあ狙っていきたいと思っております。まあそしてですね、ここから上から順にということになるんですが、まず1番人気ペルシアンナイト、この馬はね、消しでいいと思います。新山記念も1番人気に押されてて3着ということなんですが、レースね、見返してみたんですが、この馬はそんなに前カットされてとかそういうの食らってないんですね。まあそれで3着ですから、まあ、後ろの馬に完全に切れ負けと、まあ重馬場だったってことはあるかもしれませんが、ハービンジャー3区ね、冬の馬場の方が得意で、こうやって暖かくなってきたこの時期から徐々に成績を落としていく、まあそういった意味ではマイナス要素の方が多いかなと。池江厩舎の中の序列でも、ここ使う時点でどっちかっていうと厩舎の中の序列すら下の馬、一番人気はないだろうということで、まあ、ここはね、あえて後輩と狙いで消していきたいと思います。まあ、そして2番人気、恭平。まあ、この馬はね、買いですね。その新山記念、恭平は確実にペルシアンナイトよりいい足を使ってるし、まあ、そういう意味ではね、2番人気の馬の方が強い競馬を前走してるのに、人気順逆転してるというだけでも、まあ、こっちを買いでいくと。一番人気消していくっていうのはね、もう常道なんですが、まあ、仮にね、新山記念は馬場も重かったしフロックだなんていうふうに言ったとして、まあ、その前走のね、占領賞、ここもいいレースだったんですね。まあ、この占領賞でね、アルアインが勝って、まあ、そのアルアインが新山記念不利を受けて負けたなんてことで、まあどちらかというとね、無視されてるというか、評価が低い嫌いが、フロック視されてる嫌いがあるんですが、その占領賞のレースっぷり見ても、まあ、アルアインしかり、この馬しかりということで、こっちが低評価されているけど、本当は強いんじゃないかなと見ております。まあ、そして3番人気、ブゼットジョリー。この馬はね、消していきたいと思います。まあ、牝馬なんでね、特にどうかなというところなんですが、まあ、例年ね、新潟2歳ステークスの勝ち馬っていうのはね、まあ、過大評価されがちだと。まあ、過剰な評価を受けているということで、まあ、去年こそね、新潟2歳ステークスの勝ち馬がそのまま NHK マイルカップでも2着に来てしまいましたが、まあ、それでも、まあ、それ以来のレースっぷりを見ると、ここ休み明けで狙えるほど強かねえだろうということで消してしまいたいと思います。まあ、そして4番人気ディバインコード、この馬をね、買っていきたいと思います。まあここら辺りまでかなという感じはする馬なんですが、まあ、ここらでね、賞金加算して NHK マイルカップへの権利を取れたら、ニュージーランドトロフィー一つスキップして本番だったら狙えるかなと。まあ、そしてね、それだけの堅実な戦績を残してきた馬、2歳オープン、3歳オープンで確実に上位に来ている馬ですから、まあ、ここはね、相手関係を見ても、そんなに強い馬他にいないだろうということで、回遊ということでいきたいと思います。まあ、そして5番人気ミラーアイトーン、この馬も買いですね。まあ、何よりね、鞍上が武幸四郎ということで、これが引退前最後の重賞騎乗ということになるんですかね。まあ、武幸四郎の初勝利がデビュー週にいきなりマイラーズカップを勝った、当時のね、当時は阪神の芝1600ということで、これ同じコースです。重賞で阪神マイルの重賞で勝って始まって、阪神マイルの重賞を勝って締める武豊の弟、まあそんなね、ストーリー的にはこれ武幸四郎に勝たせちゃうんじゃないかなというような、まあそういえば松永美樹もね、重賞で勝って締めたんでね、まあそんな競馬界のね、そういったものがあるんじゃないかということで、単勝を買う人は多くて、これより過剰人気しそうですが、三連系の馬券で買うんであればね、そういったことで
過剰人気って案外単勝と比べて抑えられるんで、3連単の後藤ボックスでこれを狙ってみたいと思います。まあ、そして6番人気レッドアンシェル、まあ、この馬はね変えていきたいと思います。もともとムーアが乗るなんて一瞬発表されたんですが、まあ、予定通り浜中に戻ったと。ムーアが今週はオーストラリアで騎乗で呼び出されてしまったということで、まあ、もともとね、専属契約の兼ね合いがあって、その契約がない週だけ日本で乗るという約束だったんでね、契約で呼び出されちゃったら仕方ないということではあるんでね、まあ、乗り換わりの事情も明らかです。まあ、そして手が戻るだけですから、まあ、ムーアもね、こっから先はヨーロッパの方戻っちゃって、っていう意味では、まあ、こっから先も浜中が乗ることも決まっている馬です。まあ、ムーアを頼むぐらいには期待している馬だぞというふうに見たら、ここは買い要素かなということで狙ってみたいと思います。以上、ここまででね、後藤ボックスなら多分当たるだろう。これでいいんじゃないかなということで8位でした。